山本です。第1回誰が美味しい目玉焼きが作れるか選手権大会、イエーイ。あ、目玉焼きをビジュアルの話、ビジュアルでしょ、ビジュアル勝負で誰が美味しく見えるか、皆さんからのコメントお待ちしております。なるほど、じゃあやっていきましょう。はい、順番どうしますか。じゃんけんで決めますか。はい、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい。2番、1番、3番はいはい、じゃあいくわ。ヨータの目玉焼きはこのように作ります。はい、目玉なんで卵2個、なるほどですね。2個でいくんですか。2個ですよ、目玉だから。はい、どうぞ。フライパンが温まってるのかどうかがちょっと僕には油油を入れました。これ一回フランベ、フランベすんの、フランベ油で、おー、ああ、久しぶりのヨータの料理です今はい、はい、あ、ちょっと強いですね。強いですか。煙が出てますね。出てますね。はい、それでは参りますよ。はい、はい、お願いします。垂れたらあかん、急げ。あかん、帰ってこい。僕はね、うん、割かし生気味が好きだから。うん、なるほど。はい、これ手っ取り早くできる料理だからいいですね。いいですね。うん、うわっ、お、火を止めました。火を止めました。開けまして、おめでとうございますこれでもうまく取れるかどうかっていうのも、そうね、そこね。そこはつなげとかなきゃいけないんだね、ヨータの中で。ヨータの中では切らない、切らないんだね、決して。目玉ですから。いいアシストよ。いいよ。いやいやー直接皿で迎えに行くシステム。紙皿だからペラペラしちゃってきつい。ちょっと無理だなこれ困った、これは手でいくそうだよね、熱いよね。ちょっとはみ出ちゃうんだけどこれはい、はい、はい、できました。はい、持ち上げたな。カメラでちゃんと迎えにいただいて、自分で。熱い美しいね、美しい。でもね、この手でやったとかそういうのは、いや、もう視聴者さんがすごい、すごくない、そういった後出しルールじゃん、そんな。いやいや、すべてね、制作過程も込みで料理ですので、すごい、なんかね、はいはい、このような感じですね。はいはい、目玉焼き、まあ目玉焼きって感じの目玉焼き、うん、はいはい、参ります。はい、お願いします。僕はですね、黄身に火をちょっと通したい派なんですよ。ほう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 、まあ、とりあえずね、着火します。すいません、はい、着火していただきます。はい、ほらあれてれー、はい、早せもういい、とりあえずもうちょっとね、フランベ、フランベね、フランベしていく。意味わかってます？アルコール飛ばすやつ知ってるよ、そんぐらい俺だって。これをあえてだ、足はですね、白身だけいきます。まず
あえて白身からいきます。ほう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 。それによって黄身の、あよし、アドバンテージできたぞ。からのそばに双子に置きます。そして、して爆発するから気をつけて、爆発するから気をつけて。これ、あの寄り添う卵焼きにしていこうかなと。卵焼き、より目玉焼き、より目玉焼き、より目のやつ、わかんないけど、あ、寄せてくね、寄せてキャバ嬢スタイル。今あげねえから。あー、いいですね。はぁ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 、ほっ、これはこれはこのね、仮面ライダーのようなこの感じ。あちょっと漏れている。はい、こちら。ちょっとこの辺が漏れ出してきてる感じをとどめている感じ。そう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 。結果的にね。すごい。はいはい。ここ白身はまずいりません。いらないです。いりません。いらない。もうさっさと食べる。黄身を二ついっぺんに食べるっていう喜び。はい。いいですか。いいです。これは自信ありです。自信ありです。もうやっぱ寄り添う贅沢さ。ちょっとで笑ってるじゃん。ちょっとやっちゃった顔してんじゃん。すんごいね、汚い。ちょっと手際が悪かったね。これはもうこれからヨータズキッチンじゃなくてゼキズキッチンになるかもしれないよ。ごめん、ヨータみたいに面白くできないんだ俺。真剣には面白くできないから脱ぐんだよ。はい、私でございますね。はい、もうこれ以上の作り方があるのかというぐらい、いうぐらい。まずは火をつけて油を入れます。入れますね。ヤマモだからね、相当なものを作ってくれるんだよ。え、普通だよ。こうフランベしますね。フランベ。もう簡単、卵にこう割って落とすだけ。はい、はい、あ、結構低温の時から、低温の時からね、チンチンにしないタイプ。これ位置大事よ、位置。あ、思ったより流れる。流れるフライパンだね。うん、今のところはヨータといい勝負よ。ね、白身をね、調整して、ね、調整していって調整していって、うん、調整していくよ、こう、うん、こうね。ね、あー、それ、あー、こう、あ、なるほどね。の、こう、こう、もう調整しますよ。あ、もうね、形成しますよ。なるほど、形成しましたね。ここ、こう乗せちゃえば分かんないけど、言ってるからね、バレてるけどね。あ、そうだね、こういう状況ですよ。はいはいはい、蓋は閉めない、このままです。弱火ですね。弱火でこのままです。蓋はしない。蓋しません。なるほど。そしてもういいです。もういいです。そうすると、そうすると、はいはい、割れろ、割れろ、割れろ、いけさあ、どうやって使い慣れてないこのね、安いフライパンでね、こう熱いですね。なんか嫌な音しない。こうすると、はい、どうですか、これ、あの焦げないんですよ。で、こうすごいトロットロのこのぐらいが良くてですよ。ほうほう、はい、ちょっと並べてみましょうか。これは 1,2,3 を決めたい。 1,2,3 を決めたいですね。これはあとさ、このさ、中のトロットロ具合、いや、それはでもゼッキの硬さが好きな人もいるし。そう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 、だからね、だいたいうちで食うのこれぐらいの硬さよっていう、そういう人たちのためにやっぱこうね。うるさい、これが、これがゼッキだから、これゼッキのですね。まるでね、仮面ライダーのような。はい、次いきます。はい、これヨータのです。
これがヨウタですね。ホックみたいなね。何？ホックみたいなね。ホック？なんでもない。あのさ、人の重さ結構ちょっと小さいやつだよこれ。ずるいよねこの人本当に。で山本はね、うん、なんだろうな、うん、これ私のでございます。すごいね、なんかすごい紙皿の油染み具合が尋常じゃないよ、ね、他の人と比べて。そうそうそう、あのもう油で弱火で揚げちゃうみたいな作り方ですね。うーん、で今日油、これ普通の油なんですけど、普段は私バターを使います。最下位の方はどうしましょう。なんかね、目玉焼きへのね、愛情が足りないということで、1週間毎日ツイッターに上げてもらいます、目玉焼きを。毎日作って、毎日すんごい面倒くさいでしょ。やりたくないもん俺、めんどくせー、やりたくないでしょ、クソめんどい、やりたくないでしょ。うん、そういうのを罰としてね、やっぱ与えていく。おお、じゃあこの動画が出て、うん、締め切りいつまでにしますか。ね、1週間にしましょう。1週間してコメント、まあ2件とかでね、いい勝負になるかもしれない。そうだね、コメント 2,3 件でこ う, そ う, そう誰って言ってもらえればね。そうだね、この人は良くないよっていうような、1票のみね、皆さん1票、1人1票で、あの自分はいいの入れない、自作自演はなしよ、なしね。はい、じゃあちょっとそれやってみたいと思います。そうだね、どう思う、俺最下位誰だと思う。あれじゃない、うん、多分ね俺あれだと思う、うん、俺もそう思ってる。俺今聞いて、最下位どれだと思う。でもよ、でも、うん、ちょっと差別化を図ったので、まあ確かにちょっと君の路線は全然違う。夢やね、夢があるじゃないかと思ってね。最近夢で何でもそうと思ってるでしょ。この動画が出て1週間後からずっちゃんが毎日目玉焼き。違うよ、まだ分かんないでしょ。この硬さよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。